こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日は久しぶりですね。ワインテイスティングですね。で、今日はあの赤ワイン6本なんだけど、うん、冬に飲みたい赤ワイン6本。今日もあれでしょ、だから販売してるってことでしょ、これ。うん、そうだね販売しますね。そうですよね。ぜひ皆さんに買っていただいて、この冬ね、うん、だから6本ストックしていただいて、うん、美味しいワインを見つけていただいたらと思っております。なるほど、はい。じゃあなんかこうね、6本この買うっていう、うん、なんか我々のこの便益的なこと、うんうん、あの英語で言うとベネフィットね、してますベネフィットね、はい、そう。まずは美味しいですよ、はい、まずは特別美味しい6本。美味しいなんて当たり前よ今の時代。まずは特別美味しい6本をご用意しました。当たり前でしょ、うん。で、かつね、これ町場 で、うん、でもしくはネット通販とかで買うと、うん、この6本揃えるとですよ、だいたい1万8000円ぐらいします。はい、それを今回1万5000円送料込み。なるほど。なので3000円ぐらいお得なわけだ。3000円もお得にワインをね、美味しい、うん、お値段も安い、はい、安い、うん。そしてですよ、ね、これを誰と飲むかとか、どういうシーンで飲むかみたいなのも、うんうん、今日お伝えして、うん、イメージを広げていただき、うん、そして美味しいワインライフを送っていただけることをお約束します。それはそれでいいですね。お、なんか納得してくれる。まあ、いいんじゃないですか。そう、やっぱりそういった価値をね、そういう美味しいだけじゃなくて、さらにもう一つその先にあるものを、そういうのを共感、共体験できるといいかな。まあ、だからこの先によりハッピーなね、うん、そのシチュエーションを皆さんと共感できればいいでしょ。この、ね、ワイン講座を通して、うん、やっぱりこのワイン買っていただいた、実際買っていただいた方はさ、はい、お客様がお店に最近いらっしゃってるわけですよ、うん、よく話やっぱ聞くと、うん、これをやっぱ開けながらこの動画見ていただいてんだって。へー。で、やっぱりもう食卓でご飯囲んでワイン開けて、うん、でテレビで俺を大画面で見てんだって、うん。で、安いうるせえなって思ってるんでしょ。安いは邪魔だなって思ってる安いが、だから俺だけ話してれば多分とてもいいね、あの1万5000円以上の価値があるのに、あなたがトントンぐらいしてるの。で、値段相当だね本当にね、あのこのワインがこういう味でとか、うん、こういうね、例えばこれまでとカベルのソービニョン、ネロがこういうブドウでとかって言って、うん、ワインのやっぱ造形が深くなってるから、うん、ワインがとっても楽しくなってますみたいなお話をやっぱ聞くわけですよ。なるほど。そう考えるとやっぱこの動画を見ていただきながらやっぱ飲むことにすごく私は価値があると思います。なるほど、はい、じゃあ早速いきますか。はい、で、今日もね、マップご用意しております、うん、基準マップ、はい、今日ね、割とばらつきがあって、いや、そうね、いい具合にマッピングされてます、うんうん、どっかに1個固まってるわけなくてね、やっぱり軽い方から開けていきたいなと思ってます。この辺りね、はい、この辺りから開けていきます。で、まあ、だんだん奥にね、右側に行くと、しっかり濃厚なワインになるので、うん、まずは軽めのワインからね、はい、いきたいと思います。で、なんと1本目に開けるのがこの中で一番お高いワインです。スラガマイがいいでしょ、うん、お高そうですよね。ちょっとこうなんかこうクラシックな感じの ね雰囲気も出てるし、そうそうそう、でこっから透けてる感じがさ、もう、はい、私でも分かっちゃうぐらい。おー、いいですね。もうブルゴーニュ的な ねピノノワール的な感じがちょっと漂ってますよね。ね、一つ覚えみたいにねピノノワールって言っとけばいいみたいに思ってるけどでもまさに、うん、まさにそうなの。ピノノワールに非常に近しいワインです。これネレロマスカレーゼというブドウです。ネレロマスカレーゼ、よくまずに言ったね、あたネレロマスカレーゼ、なんだっけ、私、私ソムリエですありがとうございますありがとうございますソムリエね、バカにしてんな、本当いつもいつもよ。今日はね、6本ね、北イタリア2本、中部イタリア2本、南イタリア2本っていう、おいい、ね、エリアもばらつい、あのうまくね、ばらけさせてお届けするんですけど、これはもうシチリアのワインですね。だから南イタリアでも最南端シチリアのエトナロッソの麓で作られるワインです。お、世界遺産のあの火山の麓で、そうです、そう、活火山の ね、エトナロッソで作られるワイン。あれでもブルゴーニュって結構北じゃなかったっけ？ブルゴーニュは、もちろんあの寒いエリアの方が、生息しやすい、育てやすいんだけど、エトナロッソってさ、やっぱ標高がめちゃ高いから、非常に厳しい環境なんですよ。寒いし、暑いし、うん、で急勾配だからさ、うん、もうあの機械が入らない、うん、なのでもう全部手摘みです、
人が介在してる、エトナロッソのエトナさんのワインエトナロッソと言います。へー、はい、ね、そういう地場のうんちくだとみんな心響かないんだけど、その先がやっぱ難しいこと言うね。そうなんですよ。だからね、まあ確かにね、エトナロッソって言われてはーって感じだしね。 そこであ、エトナロッソで作ったやつ、そんなみたいなってやっぱみんななんだ、ならないね。エトナロッソ初めて聞いた人はね、そうそうそう、なんじゃそれって感じですね。母さんのもので作ったらなんかいいのかみたいなっていうことだよね。そうそうそう、はい、うんちくでなんかこの先です、この先ですか、お願いします。ね、もう手持ちがないですもうこれ以上の手持ちがないですイメージ膨らましてくる、はいはい、ね、まあ、まずじゃあちょっとね、お次しますね。はい、失礼します。可愛、はい、い色だね。はい、なんかもうブルゴーニュピノノワールよりもちょっと薄い色ですね、これね。ロゼワインみたいな色してるね。そう、ロゼだし、ちょっと古酒みたいな色ね、枯れた。これもしかしてあれでしょ、はい、なんか美容的なワインでしょ。そう、これビオニナミと言われるね、いわゆる自然農法です、で作られたワインね。あれ一回ねやったけど、月のあれでやるやつだ。そう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 、月の満ち欠けとかね、そういうので、いつ収穫するか、スッカーとか全部決めるやつ ね。そうそうそう、いつね、こう種を植えるかみたいなのを決める自然農法で作られているところのワイン、はい、はい、もちろん農薬なんて一切使ってないし。なるほど、はい、じゃあ我々も、はい、どうぞ、はい、じゃあいただきましょうか。まず香りから楽しんでくださいね、うん、丁寧に言った方がいいんじゃない、久しぶりだから。はい、ああ、もうテイストの仕方からいきます、うんうん、一応ね、はい、一応ね、まずはもうあの目からですね、どんな色をしているのか、これを外観と言います、はいね、あとはこうワインをこうスワリングしてね、こう揺らしていただいて、どのぐらいの粘性があるか、こう、うん、ワインの涙と言いますけど、それがどのぐらいたらーっと、ね、落ちてくるかどうかでアルコール度数とかね、重さが見えるようになってます。これはさらっとやっぱ落ちてきますね。そうか、そんなに高くないよ ね、はい、で、まあ、非常に色素が薄いワインですね。ほんとロゼというかね、ちょっと濁ってるから古酒みたいな色なんですよね、うん、で、こっから香りです ね、はい、うん、どうですか、あれも飲んじゃってんの、香りだっつってんのに。あ、美味しいね。美味しいでしょ香りはね、なんかこうベリー系の香りが最初に来るかな、いちごとかチェリーとかさ。そうね、ね、あのやっぱり少し若い感じのね、うん、あの甘酸っぱい感じの果物が来ますね。はい、はい、もう飲んでるから飲もう、うんうん、あ、うん、これは何て言いますかね、いい渋みですね。美味しいね、程よい渋み、はい、まあ渋みタンニンですね、うん、軽やかなタンニンですこれ、ね、あの決して重くないガシガシしてるタンニンではなくて、うん、非常に軽やかなタンニン、そしてこう心地よい酸味があるよね、うん、決してあのフレッシュすぎないよね。そうです ね、 ね、あのブルゴーニュピノノワールって言ったのはすごく近くて、うん、もうブルゴーニュと間違う人がいるぐらいのワインです、ね、だから私もお客様がお店に来てね、うん、ピノノワールくださいとか、うん、ブルゴーニュが好きですっていう方には、うん、あえてちょっとこういうワイン提案するようにしてます。そうだから、エトナロッソっていうワインご存知ですかって言ってね、ネレロマスカレゼっていうのはピノノワールと間違われるぐらいすごい美味しいワインですよって言って。なるほど、うん、どうですか池田さん、どんな時飲みたいですかこれ。ね、そうだから、うん、あの便益的なことをあの求めてるので、一杯目に飲みたいと、まあ、それはそうですよね、一杯目は一杯目ですね、うん、これね、どんなシーンかとかでしょ。そう、このワインをより楽しめるシチュエーションとかさ、うん、はい、なんかきっと楽しみ方があるじゃん。あるね。で、これはね、まあ お値段はね、さておき、うん、やっぱりいいワインなんですよ、うん、ね、やっぱりあのなので、うん、できればこうちょっとお祝いとかね。そうね、あのまだまだ寝かしといても美味しいワイン、うん、で長期熟成型のブドウなんです、はい、ネレロマスカレゼって、うん、なので、まだまだ置いといて、うん、ここぞっていう時になんかこう例えばね、ご夫婦で、うん、今日はこれ開けようかっていうワインでいいのかなと思ってます。確かに ね、そうなので、決してお値段がカジュアルではない、これに、これだけは、うん、ね、なので本当にちょっとセラーに置いといていただいて、うん、ここぞっていう時に、はい、ここぞっていう時の、でも1杯目だね、確かにね、ここぞっていう時はこれ1本開けて1本で終わりですよそんなもうあの何本も飲まない何本も飲む人を想定してこのワイン紹介してないから
だから本当に良い、酔い心地の夜を過ごしてほしいってことだよね。そうだって このさ色素 でこの味わいでだともうお魚からメインまでいけるから。いけるね。そうなので、まあね、早くねそこに入ってる、ね、こう生ハムが食べたくてしょうがない。え、ここに生ハムあるんですか。はい、あのせっかくだからちょっとこれは、はい、あの我々用意しました。食べながらでいいですか、はい、ちょっと開けていい。はい、これはあの最近お世話になってる麻布十番のフィオルディマーゾ。フィオルディマーゾだね。ね、フィオルディマーゾ。じゃあ失礼します。はい、わお。これ菊池さんなんだっけ。美味しそう。菊池さんが買ってきてくれたの。色が濃い方、青いです。手前の方がコッパ。コッパね。ね、豚の首あたりのお肉を使った、生ハムね。はいはい。はい、あとパルマの24ヶ月。24ヶ月熟成。すごいね。これは高級ですよ。高級なんだ。はい、誰が買っていって言った？お宅の経費ですか。お宅の経費、うちの経費なんだね。ありがとうございます。これは合うね。合うよね。うん、あのちょうどいい。そうだよね。このぐらいのワインで食べるのがちょうどいい。ちょうどいいよね。あのよく私これまでの講座でも何度か言ってるんですけど、うん、ワインの色と食材の色合わせた方がいいって言ってね。はい、同じ色。これ合わないわけないでしょ。この生ハムの色素とこのネレールの色素が同じ色してる、ね。だからあれですよ、だからすげえいい生ハムが手に入ったってなったら、はい、もうあの特別な日待たなくていいと思います。はい、だね。だねだね、本当そう思いますね。うん、パルマの24ヶ月が手に入ったよ、はい、いやいいと思う。あのワイン開けよう。いいじゃん、食べよう。いやこれ美味しいよね。じゃあちょっといただきますか、うん、ね、私も分けてもらいましょう。私も久々食べるな。いただきます。うん、美味しい。あら、1杯目からちょっともう幸せ提供していただいてます、うん、抜群に合うね。抜群に合うね。抜群に合いますね。生ハムの塩気がこのワイン流し込んでさっと消えて、うん、であの肉の旨味がふわっと上がってくるね。上がってくるね。すごいね。おいしい。これは止まんないかもよ。いい提案したね。あの本当にちょっといい生ハムとかサラミが手に入ったから、うん、こういうワイン開けようかみたいなさはありですね。ありだよ。うん、ありです、ありです、本当に。で、確かにこれは、うん、あのね、2日目、3日目も美味しいので、へで言うと これ1日で開けずに本当に最後ね、あの食事の締めにちょっとずつ飲んでいくっていうのもありかもしれない。あ、じゃあ1本ちょっとこれとりあえず1杯目で開けて、そうで1杯ずつ飲んで、うん、じゃあ明日ねと。そう、あの変化を楽しんでいただきたいワインかな、うん、じゃあ次のやつ行けばいいんだ。そう、じゃあ次の行きますか。行きましょうか。はい、行きましょう。これでね、もうだいぶ酔っ払っちゃうからね、うん、美味しすぎてね。いやでもなんかいい感じの、うん、酔い具合もいい感じです、うん、いいでしょ、うん、はい、じゃあ続いて開けましょうか。はい、続いてはね、皆さん、ご存知のキャンティーです。おう、はい、何度かね、キャンティーは他の飲んでますよね。キャンティーね、そう、あの飲んでると思います。あとキャンティーはわりかしイタリアン行くとね、まあ、大体置いてると思います。イタリアンのお店にはキャンティーはね、キャンティークラシコとかキャンティーはねあると思うんですけど、はい、まあ、イタリアで一番有名な赤ワインといっても過言じゃないですね、キャンティーはね。あ、そうですか。はい、うーん、だって知ってるでしょ、キャンティーって。あのワイン飲む前からなんか聞いたことあるでしょ。俺バローロしか飲まないんだよ。おいおいおい、どんだけセレブだよ。バローロってね、ワインの王様って言われてるワインですよ。ごめんね、ちょっとバローロしか飲まない、ね、あんまキャンディーってよくわかんないけど、はい、キャンディーってだってお店もあるぐらいだからね。ねえ、ね、そうだね。イクラのところにね、イクラのところに名店が ね、もう超名店、超老舗、老舗の、はい。さあ、キャンティー、トスカーナのワインです。はい、ね、これはいいね、トスカーナ。はい、私がいたトスカーナのワイン、注ぎましょう、うん、トスカーナって言われただけで、なんか美味しく感じちゃうもん。はい、トスカーナのね、またいい風景なんだ、トスカーナって。これは、どんな。はい、少しね、色味が先ほどのよりは濃くなりましたね。左上ですか。はい、ルビーレッドのちょっと色味になります。あ、でもまだまだ、爽やか、はい、辛口。はい、そうですね、今は、このちょだんだんこう中心に向かっていく感じですよね。はい、辛口で、少しまだ軽やか、重ためまではいかないかなっていう、はい、だからちょうどミディアムな感じですね、はい、飲みやすい感じね。飲みやすい。でもちょっと製法にね特徴があるので、はい、じゃあまたちょっと外観からテイスティングしてください、はい、うん、急に本当に
色濃くなりましたね。濃くなりましたね。ね、今までの、さっきのネレロマスカレーズよりは濃くなりました。はい、でも、透けて見えないかっていうぐらい濃いわけではないね。まだまだちょっとこう、そうね、外側が若干透けて見えるぐらいの。これはちょっとね、少し、何色かね、やっぱでもルビー系の色だよね。はい、あ、でも粘性もこれもさらりとしてる方ですか。そう、そうです。これもね、さらっと落ちてくるので、ね、そこまで重たいワインではないなって分かりますよね。で、香り、うん、はい、池田さん、どんな香りがしますか。ベリー、おー、ベリー、ベリーしますか。うん、ベリーしますね、うん、はい、なんかもうベリーって言えば入ってくからさ。ベリーは大体入ってるね。ベリーは大体入ってるね、大体入ってるよ、はい、俺も言えるやつよ、はい、あ、チョコレートしますね。あとはチョコレートするか。なるほど。ちょっともう使い古した財布の香りしません？ああ、舐めした。あとね、うん、舐めた。舐めしたね。舐めしたね。皮。あと大体言えば当たるのはスミレって言えば大体入ってる。あ、そうそう、色に近いものを言うと当たるの。ルビーレッドとかさ、もう紫パープルみたいなスミレは結構ドンピシャだったよね。ね、はい。バルサミコの香りとかします？いいとこ言うね。バルサミコもしますね。しますか。しない。あ、しない。まあでもこれはね、もう皆さん感性なので、そうだ、ね、いいんですよ。でもさすがソムリエだから、ちゃんとそれしますねって言えるとこはすごいね。いや、バルサミコのでもいいね、うん、素晴らしい、はい、でもこう本当に主観なんで、ワインはね、外れがないんですよ。自分が思ったことが正解。うん、あ、まだまだ、ごめんなさい、ちょっとあんまお酒がすぐね、うん、飲みやすいワインですね。うん、うん、あ、美味しいね、これもね、うん、これさっきのよりは少しタンニンがね、ちょっとこう最後残るけども、修練性がちょっと、ね、はい、増しました、はい、どうけども褒めて、ちょっと修練性って言葉が出てくる。修練性って言われても誰もわかんない。あんたが一番最初に。修練性ってね、口の中の唾液を持ってくるってことね。はい、確かに。まだまだですけどね。はい、でもいい感じのタンニンが残る、ね、だから少し脂があるものと一緒に食べたらいいかなっていう、うん、で、このね、うん、このワイン特徴がありまして、うん、まあ主にはサンジョベーゼってブドウ、キャンティは、サンジョベーゼってブドウを使うんですけど、うん、サンジョベーゼの収穫した 10% のワインを、うん、これね、一回陰干ししてます。というのは、陰干しすると糖度が増す、いや、うん、レーズンみたいな状態にするわけですよ。ほうほうほう、干しぶどうみたいにして。それもなんか前のやつなんかありました、ありましたね、かつてもありました、ありましたね、ね、うん、まさにこれもそういう風な製法をしてて、はいはい、要は収穫したぶどうそのまま、うん、発酵タンクに入れるわけではなくて、 10% は置いといて、わざわざ糖度を増して旨味を増した後に、うん、最後加えると、ジュースを加えるようにしてます。なので、うん、この香りの中で多分ね、レーズンっぽいのがあるんですよ。言われてみたらレーズンっぽいのあるね。干しぶどうとかレーズンみたいな香りが見つかると思います、うん、で、飲んだ時も多分あると思うんです。ね、うん、わかる、うん、奥行きが出てるんですよ、このワインに。要は全部収穫してそのまま行ったんではなくて、 10% だけ手間をかけた分、うん、奥行きがありますか。奥行きがあって、で、レーズンとかね、ちょっとこう甘みを増したブドウが入ったおかげで、うん、アルコール度数も上がったりとか、なるほど、旨味が増していると、そういうワインです。なるほど。どんな時に飲みたいワインですかね。どんな風な時に飲めばこのワインをより楽しめますか、ソムリエさん。これはね、でも先ほどチョコレートの香りって、ね、うん、おっしゃったでしょ、うん、本当に食後にね、チョコレートとレーズン並べて、飲みたいなっていう感じですね。じゃああれか、はい、食後でもまだまだお話ができそうな人と飲んでる時ね、うん、あ、いいね。だからそうね、2軒目のバーとかね。2軒目のバーに持ってくんか。持ち込みです。持ち込んでいいですかこれって、2軒目のバーでね。ああ、なるほど、はい、まあでもなんかそういうちょっとね、少しこうムーディーな感じの。じゃあ、うん、ちょっと、まあ、ホームパーティー、ちょっと友達呼んで、うん、もうご飯もお腹いっぱいで、はい、食べ終わって、はい、じゃあちょっと軽く談笑しながら、はい、飲みながら行きましょうっていう時に、うん、このワインが出てくるといいですね。いいワイン持ってきたねってなるかもね。
できればラムレーズンのチョコなんかあると最高ですね。はい、情景が浮かんだよ。ちょっと大人がちゃんとあの、ね、そこにいいでしょ、テーブル囲んで、はい、あのラムレーズンのチョコなんだっけ、季節限定で出る俺が大好きなやつ。ラミです。えラミ、ラミね。ラミぜひ用意してほしい。ぜひ今日欲しいね。そう今日欲しいな。ラミね、そろそろ出るでしょ。いいね。だからまあちょっと最近ホームパーティーとかね、ちょっとね少し大勢で飲むのもありになってるから、なってきたから、はい、だからそういう時に最後の最後に食後にね、どうですかっていう、もうガツガツの重いの行った後にちょっと軽くなってね、これを飲むっていうのは結構大人のたしなみとしてはいいかもしれない。いいね。でしょ。あ、そこに合う、これ確かに。でしょ。なんかさ、ガツガツの行ってさ、もう一本重たいの行きますかだとちょっと品がないけど品がないけど確かにね、ね、もうでもちょっとこう重いのの後にクールダウンじゃないけど、うん、このぐらいのミディアムからフルボディのちょうど間ぐらいのワインで、うん、ちょっとね最後締めませんかっていうのはいいでしょ。いいね、はい、確かに、うん、今日で言うと何、チーズもいろいろあるけど、どのチーズが合うかな。チーズね、うん、チーズでもこのハード系のチーズは合いそうだね。なんだっけこっちの、これアジア語かな、アジア語と、アジア語、うん、美味しいね。アジアハードチーズに合うじゃん。アジア語美味しい。何なのアジア語って。アジア語ってベネトのチーズですか。ね。ベネトらしいです。ね。あ、そうそう。ここのフィオルディマーゾはそもそもベネト州発祥っていうか、うん、ベネト州で。うん。あれ、フィオルディマーゾのシール貼ってある。フィオルディマーゾなんだ。なんかシャコで始めたぐらいの。なるほどね。チーズが好きで。そうかそうか。そうそうそう。それが今や日本に来てるのがすごい話だよ。うん、アジア語はベネトのチーズですね。なるほど、はい、アジア語村っていうアジア、ね、そういう村のがある、名前がアジア語村っていう、ね、その名前から来てるチーズですけど、蜂蜜とめっちゃ合います。これめっちゃ合うね。そしたらもうチーズ入れた途端に本当ワイン飲まないと気が済まないな。うんうん、美味しいね。この蜂蜜、チーズ、そしてワインね。ね、やっぱり食後にいいですね。さすがですね。なんか食後にこういったつまむものを、軽いつまみがあって、はい、あとこれでいいね。もう1時間2時間最高。何の話すると一番おいしいですかね。やっぱ子供の教育について。そんなおいしくなるかな。なんか暗くならない。大丈夫それ。うん、なんかドヨーンとしてるね。 OK、はい、じゃあ次いきますか。うん、これはどうしようかな。じゃあ次は、うん、ノーベノーベというワインを開けたいと思います。今度北行きますね。北、はい、ピエモンテのワインです。お、ピエモンテ、はい、しかも皆さんご存知メルロ 100% ね。お、急にメルロってなったら、おでも基準の真ん中に近いワイン、ね、はい、もうまさにね、ど真ん中に近くなってるね、これね。うん、うん、っていうことはきっと飲みやすいですね。そうです、飲みやすいです。飲みやすいけど、やっぱりね、メルローがちゃんと主張するから、どちらかというと癖がないっていうよりは、メルローの好きな人はたまらないワイン。メルローが好きな人、メルローのちゃんとこう味わいがしっかり出たワインですね。じゃあお次しますね、はい、お次します。メルローが好きってどういう感じか分かんないな。ね、いやでもメルロー好きな方は一定数いるよね。あ、そうなんだ。メルロー好きで、メルローありますかって聞かれるお客様もいらっしゃるので。うーん、はい、外観で言うと、まあ、さっきよりちょっと濃くなった、あのキャンティーから比べると。うん、そうですね、ちょっと濃いぐらいだけど結構似てますね、色味はね。うーん、はい、年齢は変わらない気がするね、あんまり。うん、あんまり変わらないですね。うん、香りはちょっとだいぶ変わってきましたね。変わった？うん、あの今までの2種類とはちょっと全然違う香りが、スミレの香りがするけども。どうですか池田さん、どんな香りがしますか。全然甘い香りします。ああ、そう、うん、全然何も分からない。香りが甘いなっていうのは確かに分かる。何でもいいんですよ、でも、うん、何でもいいんです。これパイナップル。パイナップルはないな。パイナップルはないわ。赤ワインで。ないんじゃねえか。赤ワインでパイナップルはないわ。バニラ。あ、バニラね。バニラとかね、そういうのはありですね。うん、サルシッチャ。サルシッチャ。ハーブってことかな。ハーブとかスパイスかな。ね、スパイシーな香りがするよね。ブラックペッパーとかね。ちょっとさ、
あのミントみたいな香りしません？ミントとかハーブ系の、うん、しないね。しないですか？あ、はい、あ、はい、ごめんね、いただきました。あ、美味しいね。さあ飲んでみましょう、うん、美味しいね。これまた美味しい。美味しいね。はい、あね、ほら基準のワイン好きだったじゃん、うん、でいうとここの辺りにプロットされてるやつは、うん、きっとねあなた好きなんですよ。要はあんまりこう、はい、何でもエッジが立ってないやつね。そうそう、まあ、ど真ん中ついてるんですね。ど真ん中ね。そう、要は酸味もまああるけど、うん、そこまでフレッシュな感じではない、うん、かつタンニンも柔らかく、ね、滑らか、うん、で果実味がガツンと立ってるわけでもなく、うん、本当にど真ん中、うん、かといってじゃあ個性がないかというとそうではなく、うん、しっかりねメルロンの良さが出てるんですよ。メルロンの良さってどんなんですか？メルロンってね、あの、うん、もともとやっぱボルドーワイン、うん、でボルドーでカベルネとメルロンって双璧をなすやっぱりね品種なんですけど、うん、メルロンはやっぱりねしっかりした骨格がポイントなんだけど。骨格がポイントなの？はい、だからもう ボディがある。ボディがね、うん、でもそれカベルネもボディしっかりしてる。そう、カベルネはねさらに骨格が強い。もう、あ、そういうこと？鎧ガシガシに着てるような骨格で、メルロンが、まあ、ないとカベルネも引き立たないぐらいすごいいい相性のいいパートなんだけど、メルロ単体で飲むとちょっと優しくなるんですよ。だからで、まあ、飲んでいただいて分かると思うんだけど、ちょっとこう青っぽい感じが感じます。カベルネにも共通してあるんだけど、このなんかね赤ワイン飲んでるんだけど、うん、少し最後に清涼感があるというか、それがメルロの特徴ですね。なるほど、はい、でもね、でもまさにチョコレートとかさ、少しこうコクがある感じもしっかり感じられるし、非常にバランスがいいワイン。あ、これブルーチーズも、まあブルーチーズと言ってます、うん、もうすでにゴルゴンゾーラ。私はちょっとコッパでいってみようかな。コッパでね。ね、じゃあ私もコッパでいってみるわ、うん、うん、美味しいね。あ、ちょっと色が濃くなったらコッパでいいね。そう、うん、コッパとメルロでもやっぱりちょっとメルロが勝ってくるね。でもね、そっか、うん、じゃあやっぱりブルーチーズの方がいいんじゃないですか。そう、あのやっぱりブルーチーズとか味、うん、ね、熟成感のあるチーズの方がたま合います、うん、さあこれはどんな時に飲んだらいいですかね、ソムリエ先生。もう来ちゃう？もうちょっとだけ待とうか。もうちょっと楽しいんですって。はちみつブルーチーズなんて最高だね。どうですか池田さん、どんな時がいいですか、これを飲むなら。A とか C で、うん、赤身のお肉。まあそうですね。うーん、じゃあやっぱりあれか、うちのレシピで言うとそれこそ赤ワインの、あのカルビのせたパスタね。おお、うん、赤ワインで、茹でるパスタね、うん、もうこれもバッチリちゃんとあのカルビ肉、ね、はい、それは合います、それは合います、ね、完璧に合うから。だから、うん、ちょっとやっぱり牛肉いいんじゃない、あの、ね、牛肉のシチューとかいいんじゃない。牛肉のシチューとか ねだからこれからの季節だからだ、そう、本当に合う料理が多い、うん、いいと思います、うん、ね、あの ルッカ風のね牛肉のシチュー一回やったりして、ね、あれとかいいよね、肉の旨みギューッと感じながら。いい、ね、スペアリーブのバルサミコ煮込みとか、うん、あーいいね、いいね、バルサミコとも合いますね。合いますね、このいい感じの酸が。だからやっぱりあれか、うん、このワイン飲むときはごっつを用意するときやな。ごっつをね、ごっつをや、ごっつをね、うん、ごっつをね、ごっつを、ごっつね、ごっつを用意しよう。うん、ってなるとやっぱりちょっと最初のやつもお祝いとかって言うけど、うん、これもちょっとメルロもいいと思いますね。ね、はい、お祝いでいいかな。なんかあとは本当にあのまたさっきのねパーティーとかお友達が集まるシーンじゃないけど、うんうん、これを持っていくと外さないっていうワインだね。あ、真ん中だし、真ん中だから結局ね皆さんが美味しいっていうワイン、甘すぎず、うん、ね、やっぱり酸が強すぎず、うん、でタンニンが強すぎずで、極論ねこれ持ってって恥をかくことはないです。なるほど、はい、恥をかくワインってあんの？恥をかくワインありますよね。あなたみたいな人はさ、うん、もうブルゴーニュじゃないとワインじゃないみたいな言い方するじゃん。もはやね、もはやそんな人にさ、なんかもうこういうワイン持っていくとさ、なんでカベルナ持っていくの？恥かくじゃんね。あ、そういう恥かくね。そういう下がでさ、なんかもうね、いやカベルナと持ってくるやついるみたいなさ。まあ合わねえじゃん、肉とか出ねえしさみたいな。でなるでしょ、うん、でもこれだと、まあ、肉でもね、肉は寝なくても結果、うん、逆に豚肉でもいいし、そう、鶏肉でもいいし、鶏肉ね、ね、
なのでやっぱりど真ん中のワインっていうのは万人に愛されるワインなんですよ。なるほど、はい、じゃあ困った時にそう、とりあえず今日赤ワイン飲みたいなっていう時は何でも決めておくことだね。うん、こういうのを1本持っていくとか1本ストックしておくと非常に便利かなと思います。うーん、ね、じゃあ逆に言うと自分というよりは6本ご購入いただいて1本どっか持っていく時用に取っておくといいかもしれない。いや、いいと思います ね、これはどっかお土産に持ってこうって時に行くと、はい、あ、みんな美味しいねって確実に言ってもらえるワインですね。だから自己承認欲求を満たしてくれるワインいいですね、いい表現使うね心からの美味しいが聞けるワイン。あ、ね、確かに確かに、はい、と思いますよ。そう、これからね、3つは俺みたいな人がいると、はい、そうなんですよ。こっから3つはもうかなりね、もうハードパンチ打ってくるから防御できない人はもう打たれちゃうから。打たれちゃうよ ね。そうなんです、そうなんです。そうですね、はい、じゃあ行きます。次行きますか。ちょっとこれから後半戦ヘビーになりますよ、ね、はい、4本目です。はい、はい、4本目いきましょうね、うん、今度はね、また北イタリアです。ベネトのワインですね。ベネトね、はい、でインナマっていうね作り手です。でこれはね、ブドウがカルメネーレっていうブドウですね。カルメネーレ、カルメネーレ、初めて聞いたんじゃない。初めてだね。初めて、あの、ここでも初めて紹介します、ね、カルメネーレ注いでいきますよ、注いでいきます、はい。配置で言うとね、辛口のトップ。そうです、辛口ですね。辛口で軽やかのこのちょうどど真ん中のね、ね、面白いね、はい、さあ、外観でも濃くなってきましたね、なんかね。うん、まあでも、あの、2本目、3本目、4本目結構色調近いですね、うん、はい、ね、透けて見えないほどでもないし、すっと透明感もあるしね。縁は紫がかかってますね、ちょっとね。どんな香りがしますか。おお、うん、スミレ。あ、スミレって言っとけば間違いないと思ってるね、はい、いいね、スミレはもう、ほぼ間違いないです。間違いないですよ。だから皆さんに俺お伝えしたいのは、どんな席でも赤ワインの時、はい、あ、すごいスミレの香りがするって言うと、はい、絶対滑らない滑らないね、滑らない。でも気をつけなきゃいけないのは、すごいワインを知ってる人の前で言っちゃうと、あ、この人絶対それしか言わないなってバレちゃうから気をつけていただきたい。毎回スミレって言ってるよね何飲んでも。たまにはちょっとバラとか入れていかないと。入れていかないと ね本当に。バラをどこで入れるかって結構難しい。難しいね。でも色が濃くなるとバラって言っていいでしょ。バラはいいです ね色が濃くなると、色くなると、ね、そうこれね、実はね、メルローの親戚なんですよこれ。ほう、メルローとさっきのワインと香りめっちゃ似てるんですよ実は。でも確かに似てるかもしれないね、うん、結構しっかりしてるから、うん、あ、でも飲んでみましょう。はい、じゃあ飲んでみましょうかね、せっかくだからね、はい。うん、あ、なるほど、はい、辛口ね、甘さないね。ね、そう、甘さがない、かなりドライなワインです。あ、でもこのタンニンも程よくいいですね。うん、タンニンもね、まずあって、かつ、まあ、フレッシュな酸もちょっと残ってるね、うん、残ってますね、はい、非常にドライなワインだっていうのはよくわかるね。わかりますね、辛口でドライで。メルローと近いところがやっぱり少しね、飲んだ後に青い感じが残るの分かります。ピーマンみたいなさ、なるほど、香りが青いって言われたらブルーチーズが合うんじゃないかと思っちゃうな。それは青いじゃなくて、青いっていうのはね、野菜系の香り、ハーブの香りが青い感じっていうよく使うんだけど、飲みやすいっていう表現がね、うん、皆さんに合うかどうか分かんないですけど、でもね、これはね、どっちかというと、うん、万人受けする味だったんです。もう少しやっぱ甘みがあった方が、うん、ワインは本当は飲みやすいはず。これ結構尖ってるぐらい辛口だから、甘さやっぱりないから、うーん、ね、じゃあこの辛さで言うと、うん、今いただきましたけど、あのペペロンチーノサラミ、いいね、いいんじゃないですかこれ。いいですね、ちょっとスパイシーなね、サラミね、ピッカンテですね、サラミピッカンテ。あ、結構スパイシーだね、ね、辛いね。これとこの甘くない、甘くないからやっぱいいですよ。そう、いや、めちゃくちゃ合うね、めちゃくちゃ合う。もうサラミ食べてるのかワイン飲んでるか分かんなくなるぐらい一緒になっちゃうね。いや、それは分かるそれはどうやっても分かるね、スパイシーなね、うん、やっぱ口の中に残ったのが、うん、これを残したままワインで注げるから、うん、ちゃんとサラミの余韻が残るね。なるほどね、そう、うまいこと言うね。え、オタクなんでしょ。私ね、ソムリエと言います、はい、さあ、
このワインどんな時飲んだら楽しいですかね。さあこれどんな時飲もうかね。どんな時にこれ行こうかな、うん、池田さんどうですか。でも夜の公園に持って行って、うん、公園、うん、外つまり用意して、うん、ちょっと確かに空気が冷たい中で飲みたい。まあまあもう寒いですけどね冬に飲みたいワインって言っててさ、いやだから寒さを感じるってことよ。いや冬に寒さを感じないってそれはおかしな話じゃんっていう。なるほどね。そう、はい、だから俺のイメージで言うともう雪の中で飲みたいぐらいの。マジ富山の。そうそう、要はキーンと冷えてる中で、このキーンとした辛口がよりこう寒さ、いや冬ってこんなに寒いんだっていうことをしみじみ感じさせてくれるワインかなと思ってます そんなんいるそんな再認識するのいる。いらないかで言うとさ、もう今で言うと冬キャンプじゃないですかだからあんたキャンプ行かねえくせに冬キャンプでしょ。なんかもうなんか雪山とかさ、芝公園なんてもうなんかシチュエーションとしてはもうありえないじゃないですか。冬キャンプでいいんじゃない、ね、冬キャンプで焚き火を囲んででいいんじゃない。あ、焚き火を囲んではいいや。そうでしょ、うん、でも冬キャンプ行かないしさ。冬キャンプもう俺は行かんよ。いや誰も行かないよ。だいぶ冬にキャンプ行く人いっぱいいるじゃん。ほん、いやすげえどんどん減ってくるよ多分キャンプ人口の中でも。うん、まあだからかなりクロートか。かなりクロートよ。そうか、この料理を食べたいって時にこれ持ってくるとかってそういうのもいいじゃん。なるほど。何なんすかね、うん、マジで餃子ね。餃子ね。あ、餃子いいね。なんかね、うん、中華はありだね。ちょうどね、中華ありかも ね。なんかこうスパイシーで、うん、中華とかエスニックに合わせるワインとしては抜群にいいですね。あ、でかつこれはちょっと冷やしたいね、このワインは。確かに。じゃあすげえ分かった、うん、めちゃくちゃ、いやこれいろいろ言うと問題な、部屋がすごい冬なのにすごい部屋が暖かくて、うん、キンキンに冷やした、うん、このワインを飲むってもうすっげえ不経済。いやいや別に不経済じゃない。だって冬は暖房入ってるでしょ。暖房わざわざ暖かくして、うん、あのキンキン冷えたものを飲むってこと自体がなんかちょっと私的にはやっぱり脱炭素を目指してるから。分かった分かった、じゃあ暖房消していいよ、うん、鍋にしようね。あ、なるほど。お鍋にしよう、ちょっと、うん、でキムチ鍋でいいか。辛い鍋、そう、チゲ鍋いいね。チゲ鍋でいいよ。で豚バラ入れて、うん、油ね。じゃあこれはもうキムチ鍋だ。キムチ鍋の時に、ね、すごいピンポイントできたね。ね、キムチ鍋とかちょっとスパイシーな鍋あるでしょ。いや分かった、イカゲーム見ながらキムチ鍋食べながらあのこのワイン飲んだら完璧じゃない。いやいいね、それはいい。もうだってあのシチュエーションとしてはシチュエーションとしてはあの厳しいさゲームの中でさ、はい、ピリピリしてる中でこのワイン、やっぱ甘いもんより辛い方がいいじゃんあのゲームだとさ。俺イカゲーム見てないか分かんない。見て見た見たよ。あ、ほんと全話見た。全話見ました。ほんと見たよね。ね、人が残酷に死なない大丈夫。残酷に死ぬだ、残酷に死ぬからこの辛さがいいんですまあそうか、人生はそんな甘くないと。そんな甘くないっていう流れで言うと、いいね。あ、人生は決して甘くないっていうのを知るためにもこのワインはいいかもね。いいかもしれない。だからそういうちょっと、ね、はいはい、いやいや、いいよいいよ。そう、人生は決してね甘くはない。甘くないからこれぐらい辛いものを飲みながら、ね、いやいいよ。先の話をするとかさ、イカゲーム見ながらね。いいじゃん、未来の話をするとかさ、はい、ドライなワインで。ドライなワインで。いや素晴らしいね。来たね。来ましたね。来たね。すごい。ぜひぜひ、辛口のワインとは何ぞやで、人生はどうなのかね、うん、ワインを飲みながら人生を語り合うってすごい至福だと思う。このワインって辛口だよねっていう。でね、やっぱ辛いって辛いとも書くじゃん。そうなんだね、辛いって辛いなんだよ ね。だからその人生って決して優しくないし、うん、ね、やっぱ辛いことの方が多いじゃないですか、うん、それをこのワインに重ね合わせね。いや、いいと思う。飲む、うん、なんかちょっと豊かな時間だよね。それはそれ豊かだと思います、ね、そうそうそう、はい、でそんなワインからの残り2本ですよ、うん、はい、行きましょうか、行きましょうか、ね、本当ね。さあ行きましょう、プリミティーボです。イティネラね、はい、もうスパークリーも飲んだし白も飲んだね。ね、イティネラね。今度は南イタリアのワインですよ、プーリアですね。さあ次いまーす。はい、皆さん、はい、いただきましたね。プリミティーボというブドウ 100% です。プリミティーボは、まあ、プーリアのね、うん、とか南イタリアではよく作られているブドウ、うん、でアメリカに行くとプリミティーボはジンファンデルと呼ばれてますね、うん、はい、
なので、まあ、世界中で有名なブドウではありますけど、うん、さあどうでしょう。ちょっと色が濃くなりました、少しだけ、うん、本当にベリーが強くなりましたね。あでもスパイシーな感じもするね、ちゃんと。あこれはね、樽以外。あそういうことか、ね、あのバリックっていうね、コラルで12ヶ月熟成してます。だから、樽由来ですね。ね、重たくなってきたぞ、はい、池田さん何します？すごくフルーティーな感じ。あフルーティーな感じね。そうですね、甘いですもんね。もうね、香りがね、ちょっと香りからすでに甘みが出てますね。どうですか、菊池さん。何の香りがします？くすみで分かってきたね。分かってきた。すみれって言うときは間違いない。すみれしますね。やっぱタルが入ったら途端にもう胡椒とかさ、急にでもスパイシーな ね、タル由来の香りがしてくる ね、はい、もうスパイスとかハーブとか、うん、本当にごめんなさい、はい、重い。さあ飲んでみてください。すごいね、パンチありますね。パンチあるパンチあるね。ね、やっぱりもう果実がガーンくるね。太陽をさんさんと浴びたブドウのなせる技、うん、すごいね。すごい、タンニンもしっかりね。結構こうパーティーとかで飲みたい感じ。そうですね、パーティー飲みたい感じ。ここ真ん中のね、うん、あのノーベノーベもそうだったけど、皆さんこれ好きだと思います。ガツンとパワフルなやつはワイン飲んでる感じがするのかな。そう、あの海賊じゃないけど。海賊だね。ね、海賊はラムなんだけどね。なんだけど、そう、でも海賊のイメージ。海賊がガーって煽る感じのワインね。重たいもんね。そう、タンニンもしっかりしてるでしょ。あの二口飲んだだけで、うん、急に酔いが回るから。もうノックアウト寸前だもんね。いやもうマジでこのワインを飲むと、いやー分かるわ。レストランでいうと赤身肉の最後の料理が出てくるぐらいに、うん、このワインが出てるからやっぱり、はい、気持ちで酔っちゃうね。そう、これはあの最後に一杯だけ飲みたいワインね。そうだね。そう、5、6人ぐらいで大人が集まって、うん、最後ちょっとお肉のメインが出てきましたっていう時に、うん、ぜひ飲んでいただきたいワインですね。そう、なのでパーティーというのはあながち間違いじゃなくて、ね、うん、これ2人で飲むと疲れちゃうんですよ。まあ場合によってはお二人で開けたとしても3日ぐらいに分けて一杯ずつ飲む。なるほど、最後にね。そう、あれでそれで言うとさ、うん、この6本を購入して、うんうん、1本目はそれこそネレロマスカレーゼ、ね、そう、はい、なんだっけ、ネレロマスカレーゼ、ね、ネレロマスカレーゼを飲んで、うん、まあ真ん中は この辺りね。そう、はい、飲んで、ね、そういう楽しみ方いあるある。だから一気に3本開けて、だから3日ぐらいで楽しむことを考えれば3本開けてね。ね、いいね。ね、1杯目2杯目3杯目。だからお正月とかさ。いや、いいよ、お正月休みだからさ。いい、そういうやり方楽しいじゃん。楽しいね。で、味の変化も分かるし、ね、で1杯目2杯目3杯目で味変えながらお料理に合わせていくと、うん、そういう楽しみ方いいんじゃない。は、正月だからこそできる、あります、連休はだからこそできる、うん、このワインの贅沢な楽しみ方。そうですね、お正月からじゃあ肉焼かなきゃいけないね。でもね、雑煮に合わんけ。雑煮は無理だね。雑煮は無理。雑煮にあの赤身肉乗せるならいいよ。あんげ。あんちゃ雑煮は。雑煮はやっぱいい、うん、いいとこ寝れるマスカラですよね。だからまあおせちもちょっときついね。いやいや、あっさりしたもんな。あれ白ワインやもん。おせちは白ワインだね。日本酒白ワインだから。お正月はわりかしこの辺開けるタイミングがあんまないんだよね。ないんですよ。でもおせちとかに飽きたらやっぱ肉焼き始めるでしょ。でほら、これもうほら。ちゃんと今から発売するからクリスマスにはねかん。ああクリスマスね。の確かにクリスマス今年ほらあれやねんか、土曜日25やろ。ああ土日ね。土曜日が25じゃない。土曜日は25か。そう、26じゃあ金曜からほら開けて、24イブでしょ。いいね。25クリスマスやろ。で日曜日やろ、うん、ほらいいね。3日間ね。もう3日間うちもその頃クリスマスシーズンのレシピガンガン上げとるもんの。上げとるから、うん、それに合わせて、うん、この辺の重たいワインを3日間に分けて楽しんでなく、うん、楽しむみたいな。いいね。あ、いいよ。そういう楽しみじゃない。そう、いいと思います。3日かけて3本開けるみたいな、ね、いいと思います。そういう開け方もあるね。あとこれはだから値段的にはちょっとカジュアルな方だから、そう、あんまりあのこう臆すことなくというか ね今日じゃなきゃダメみたいな日はないので、ね、そうそう、思った時に開けてもらえばいい、うん、開けてもらってね。そう、あの、ね、これしっかり、これしっかり、結構カジュアルなんですよ、うん、ね、そう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 、しっかりしてるんだけどカジュアルだから、うん、2、3日に分けて飲んでいただいて、うん、十分かと思います。 OK、はい、じゃあラストいきますか。
行きましょう、6本目。はい、行きましょう。さあ、6本目のカベルネ・ソーヴィニョン、エミリア・ロマーニャ、チューブイタリアです。うん、はい、チョコレートも買ってきたし、はい、いや、エロスは肉もいいけど、甘いのね、甘いのいいでしょ。テリーヌショコラとかね、生チョコがね、外観はもう、濃いね。濃いね。はい、濃いですね。もう、先が見通せない。はい、レンコンにサルシッチャ詰めた時の、ね、ね、はい、先が見通せない感じです。先が見通せない、はい、お正月に飲むにはどうかなっていうぐらいの色の濃さですね。はい、ですね、はい。縁起悪いな。縁起悪いな。うん。ああ、でもやっぱりね、あのカルメネーレとメルロに通じる香りがあるよね。これがやっぱり、あ、兄弟なんだなと思っちゃうもんね。うーん、あー、面白いね。だからそういう面白さをぜひ味わってほしいです、今回のセットは。なるほど。カベルネ、メルロ、カルメネーレっていう、これボルドー原産の3兄弟がいるんで、うんうん、なるほど。あ、やっぱ仲間とか DNA が一緒ってこういうことなんだみたいな、こういう近い味わいになるんだっていうのもちょっと今回のセットは気づいてほしい。僕はもうエロスの香りを嗅いだだけで、あの、どんどん良いのもあって香りでノックアウトされちゃうもんね、これね。本当に、はい、どんな香りがいますか。はい、池田さん。やっぱり皮の匂いがします。あ、皮ね、やっぱ舐めした皮、ね、皮の香りしますね。もうチョコレート買ってきてくれたからじゃないけど、もうチョコの香りしかしないよ、もうこれもうチョコ食べてくださいっていうチョコの、ね、チョコとかカカオの香り、ね、本当だよね。ね、本当コーヒーとかさ、タバコとかさ、いや本当そういう感じだ ね、そっち系ですよね。樽由来の香りがするっていうのはもうスパイシー、ね、そしてフルボディがこの段階から見えてくるね。ね、はい、そんな嫌な顔しないいやね、これはね、本当に僕みたいなお酒が強くない人は、はい、やっぱりここまで来ると、はい、どうせ飲むなら、はい、一番最初に飲みたい。これはね、あ、そこそこそこ元気なうちに飲みたい。なるほどね。あえて最初からエロスに行きたいのが、はい、あの酒が弱い、はい、あのモンゴリアンそう、ね、は最初かなと思っちゃう、はい、どうでしょう。の、あ、もの飲んでみます。あ、でも美味しいね。いや、これはもう甘いし、チョコレートちょうだい、ラムレーズンちょうだい。いや、これはこれは、まあ、もちろんね、チーズとかね、ブルーチーズとかしっかりした熟成したチーズも合います。そしてチョコも合うっていうね。そう、我々で言うともう6本目なんで、はい、あ、もう大体フィニッシュしたいんですよね。そうですね、だから甘いものと一緒に仕上げたいって感じね、うん、仕上げたい感じなんで、はい、じゃあいいね、ラムレーズンのチョコとか最高だね。うーん、うん、完璧ですね。美味しい。これなら俺いける、ずっとね。これを飲みながら、チョコレートを食べながら、はいはい、エロスはあのいけるかも。いいよね、うん、いや、これは、どんな時かっていうと、あれじゃないですか、エロスだけにあのエロくベッドの上であのチョコ食べながら飲んでもいいかもしれないですね。あ、よく映画で見るね。そう、映画で今言ってみたけど、俺たちのキャンプと同じくらい、うん、あの経験したことないやつね。あ、ベッドの上でさ、あの真っ白のシーツの上で赤ワイン飲んでるシーンってさ日本の映画ではないけど、アメリカの映画だとさ、あるですか、ね、あのベッドの上で赤ワイン飲んでるよね。ね、こぼしたらね、シミになるのになとかと思う。そう、うん、もうその時点でアウトだね。ね、白ワインにしとけばいいのにとか白ワインもこぼしちゃダメだからね。そっか、そう。じゃあエロスをより楽しむ方法だね、我々提案したいけどね。そうですね、エロスね、うん、どんなシチュエーションでどういう時に飲んだらいいですかね。池田さんはね、甘いものが好きです。まあね、青池さんのお店のエレンショコラが一番飲んでる。いいね、いいこと言うね。もういいね。じゃあこの6本、お店のプロモーションに、いや、レオさんが6本セットを買っていただいて、うん、ついでにうちのテリーヌショコラも買ってもらうと。なるほど、最高だね。いいですね。もうこのワインはエロスはもう正直うちの通販のセットと、うん、ね、ドルチェセットと一緒に楽しんでいただくと、うん、はい、そして、ベネフィットといえば私が潤うと、ね、あ、それは違うって話よ、言い方が違う。はい、このエロスのワインを買って、うん、でさらにテリーヌショコラを買うことによって、うん、皆さんの大好きな青池さんが喜ぶっていう
ところにあのベネフィットを感じていただければいいんじゃないですか。あの大いに喜びます。これダブルでオーダー入ってきたら2倍喜ぶからね。2倍、3倍喜ぶからね。そうそうそう、はい、うちのチャンネル見てる人で、はい、青ちゃんが好きな人は結構いると思うんで。いや本当、うん、あの営業再開してつくづく思ってます、うん、あそう、ほぼ毎日1組2組いらっしゃるからね、うん、YouTube の方 YouTube 見て、そう YouTube 見てきましたっていうかね。あそう、まあでも ね青池さんの人柄だと思いますよ私は。いやでもなんかそのうちのな、うん、すまあごくわずかだけど、うん、安井さんにも会いたかったっていうね。そうね、人もいるしね、うん、ごくわずかだけどね。ごくわずかですよね、はい。ってなるとこの6本セットを買うことによって、はい、まあ、いろんなシチュエーションに合わせていろんなワインの楽しみ方ができるってことを我々提唱したいなと思うわけです、ね、ですです。もう一回ちょっと振り返ってもらって、はい、1本目から1本目からです。さあじゃあ1本目ずつからねおさらいしましょうかね。はい、はい、最初のシチリアネレロマスカレーゼね。はい、これはどんな時でしたっけ。もう忘れたね。本当に申し訳ないですけど何も覚えてない。何にも覚えてないね。これはですね、本当に申し訳ない、何ももう思い出せない。全然覚えてない。全然覚えてないね。もういい？いやもういいよ、もういいよ、もう閉めて。もうだってないでしょ。ない、はい、たまたまこの稲葉カルメネーレが辛口のねワインで人生ね辛いとかそういう話で人生語るのいいですねって言ったけど、うん、やっぱワインって人生語るのいいと思う。なるほど。結局なんかこう何を食べてとか、うん、誰と飲んでもすごい大事けどやっぱりどんな話をするかがすごく大事で、でいうとこのワインに自分の人生を重ね合わせて話すのがすごい素敵だなっていうのをこの稲葉のねカルメネーレ通して改めて思い返した。ワインに重ねて昔の話もしくは未来の話をちょっとこう語り合うのがいいんじゃなかろうかと思いました。っていう提案でいいんじゃないですか。もうそうですね、はい、もうそのワインに合わせて話をすればいいか、はいはい、じゃあ最後はぜひ皆さんこの6本セットを買っていろんな楽しみ方を楽しんでいただいて、はい、ワインの奥深さを味わっていただければ人生もより豊かになると、ねね、っていうワインの6本セットを提唱したと、はい、1万5000円で販売しております。ぜひお買い求めください、はい、このお正月クリスマスからお正月、はい、この6本で楽しんでいただければ幸いかなと思いますね。はい。